住民票を移動させた不正投票だ不正投票だってね、このネット民が盛り上がった。熾烈なデッドヒートを続けていると言われる沖縄県知事選挙、その最中ですね、立憲民主党の有田芳生参院議員のツイートがですね、炎上状態。とりわけ有田芳生参院議員といえば、現在立憲民主党の沖縄県連代表を務めている人物、その方がですね、選挙違反じゃね的なツイートをしたので、ネットは大騒ぎしました。そのツイートは9月26日11時26分に投稿されました。読みますね。北海道から沖縄県知事選挙の投票に来たという男性に声をかけられました。もともと札幌に住んでいたのですが、那覇市に住むようになり、住民票も移しているというのです。台風で来れなくなったら大変だと思ってね、今から玉城デニーって帰ってくるよ。台風対策として期日前投票をおすすめします。これを見たネット民が選挙違反だと大騒ぎしたのは、北海道から沖縄県知事選挙に来たということはですね、沖縄県知事選挙の投票権は持っていると。しかし北海道から来たということは、普段は北海道に住んでいる。ご存知のように、投票権というのは住民票、どこに住んでいるかによって割り当てられる。沖縄県知事選挙なんかはもうまさしくそれですが、地域の代表を選ぶので、そこに住んでいる人に投票権を与える。そこに住んでいて、そこの事情が分かって、そこの地域社会に生きる参加している人に投票権を与えているわけです。だから私のような足立区民には沖縄県知事選挙の投票権が与えられてないわけですよ。もらえないんですよ。私沖縄大好きで、ワンコを飼う前はですね、年がら年中と言っても過言ではないぐらい行ってたんですね。で、そんだけ好きで行って現地でお金使っているから、じゃあ沖縄県知事選挙の投票権くれよっつってもね、いざ何か起こったら私とっとと足立区に帰っちゃうわけですよ。なんでもらえない。当たり前の話です。現在北海道に住んでいるのならば、沖縄県の県知事選挙の投票権を持っているのはおかしい。そこから考えた時に、沖縄県、基地のある沖縄県、ここの選挙に影響力を与えたい。普段は北海道、ここ別名ですね、赤い道ってね、赤い大地なんですが、ここに住んで何がしかの活動をしながら、沖縄県の選挙にだけは参加しに来たという疑惑が深まったという話なんですよ。住民票というのは、そこに引っ越してから14日以内に移動させなければならないとなっています。これ移動させないと住民基本台帳違反で最高5万円の罰金があります。これについてネット民がですね、選挙違反じゃないかとね、気がついた理由というのは、これはもう残念ながら実際にはよく行われていることだからです。よく噂されるのが、あのエスカーカッカーイとね、ラジオ CM とかテレビ CM で流れているあそこ、あそこの政党は統一地方選挙のように確実に日にちが決まっている選挙の前になるとですね、なぜかこう引っ越しする人が増える、しかし引っ越し屋さんは動かないみたいな、様々な噂と疑惑があるんですが、前回の都議会議員選挙とかの前になるとですね、我が家でピンポーンとか押されて、エスカ学会のものですみたいな、来るんですよ。で、私すっとぼけていろんな話聞いたんですけれど、その方は北関東の方からですね、とある目的で来たらしいと。ここは〇〇さんのお宅ですかと尋ねられたんで、そこそこね、いろんな話を聞いた上で、違いますって答えておきました。どうも仲間のお宅を探して、そこにステイするのかなっていう感じなんですが、うちちょうど都県境のところにあってですね、川なんかもあるもんで GPS がよく来るんですよ。細かいところで何番地何号とか、何号のレベルで結構間違えるケースがあるんで、それでうっかり来ちゃったんでしょうね。で、選挙が近づくとですね、エスカー各界の新聞配っているとことか、もう明らかにその家ってこうね、そこに見たこともない、地元で見たこともない人たちがわら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 
厳密に投票目的だけで住民票を移動させるとアウトなんですが、憲法でですね、移動の自由とか住居の自由とか認められているんで、これは取り締まるのすんごく難しくって、事実上野放しになっている。ただしですね、もう周知の事実なんで、まあ、今回の有田先生のねツイートを見た時に、住民票を移動させた不正投票だ不正投票だってね、このネット便が盛り上がった。有田先生はですね、即座に、いや1日半ちょっとだった9月27日の19時57分になってからですね、なんか必死の弁明をしております。20年前に札幌から那覇に移住した男性が県知事選に投票してどこが問題があるのか、ネトウヨの断末魔が聞こえてきます。ああアホらしやの鐘が鳴る。これを見たネット民はこう突っ込んでいます。だったら最初から言えよって。だから最初のツイートで20年前移住してきたって書いてればいいですし、選挙のために北海道から来た、来たではなく北海道から帰ってきたならば、こんな疑惑が生まれないわけですよ。だって自宅に来たって自分のこと言わないでしょ、地元に来たって言わないでしょ、自宅に帰った、地元に帰ってきた。ところが有田芳生先生のツイートは、北海道から沖縄県知事選挙に来た、来たと書いてるわけですから、それはもう疑惑を持たれても致し方がない。で、慌てて20年前に移住してきたとか言っても、これは後付けの言い訳である疑惑がまたズブ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 ブク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 って膨らむわけですよ。もちろんですね、良識と常識のある日本人のね、大人としての感覚から言えば、まあまあ言い間違いとか書き間違いとか誤字脱字なんてものはね、まあ見逃してあげようよという気がします、気もします。しかしですね、有田芳生先生が属する立憲民主党というのは、次の国会が開かれてもですね、次も盛りかけやるぞーとやっている政党。この盛りかけ問題、疑惑を持たれることが悪い。我々が疑惑を抱えている以上は、我々の疑惑のすべてが消え去るまで説明を尽くさんかーいとね、騒いでいる旧先鋒です。というわけで、有田芳生先生のツイートからはですね、立憲民主党並びに玉城デニー候補には、不正投票の疑惑が生まれたわけです。日頃、自分たちがですね、他人に求めているのであれば、ご自分自らまずこの疑惑を晴らしてみせること、それこそが政治不信を解決する近道と信じて疑いません。さらにですね、私は物書きとしてはですね、末席の補助席ぐらいに座っているようなちんけなものではございますが、有田芳生先生といったらジャーナリストとしてお名前を売られた方、ジャーナリスト様がですね、まさかよもやこんな拙い文章を書くとは、夢信じられません。まさかまさかというのが私の正直な感想でございます。そこで私の中でですね、小さなですよ、小さな疑惑が浮かんでしまいました。有田芳生先生の否定を信じるのであれば、最初のツイートでなぜ帰ってきた人が来たになったのか、つまり私の抱えた小さな疑惑というのは、有田先生ってもしかして文章が書けない方なのかなという疑惑、あくまで疑惑ですよ、でもこれも合わせて晴らしていただきたいなと願う今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。今回もワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って、バカがいる。あの病気だって、あなたに会えたから。